ですね、今日お伝えしたいことは、すごいもう話が短いんですけど、短くなかったらすいませんってことで、前回作ったマッチの動画戦ですね。あれはですね、最近使ってなくて、持って行っても使わなかったから、ちょっと一旦、試して燃やしてみようかっつって、どんだけの時間で燃焼するかとか、測るだけで。使ってないんですよ。導火線、花火、買ってきた花火についてる導火線にくっつけて、ちゃんとね、使用してないんで、今年の夏、ね、夏やるやつは、使おうかなと思ってます。使おうかなっていうか、今年からしっかり使っていこうかなと思います。もう作るだけ作ってね、すごいパンパンになっちゃったんで、こちらですね。はい、ちょっと待って、両手でね、画面を押さえてたから動画切れなかった。 これですね、この導火線作ったやつ。こんなにあるんですよ。なんで、まあ、でっかいね、太い筒の打ち上げ花火もできると思うんですよね、これ。で、足りんかったらこれ2つつなげちゃっても、こんなに、まだ、こんなにあるんでね、めちゃめちゃ使えます。これ導火線、早打ち、盆打ち用。盆打ち用っていうのは、この指ですね、こういうふうに。扇打ちって言うんですけど、この指を花火の筒だと思ってください。こういうふうにセッティングして、こう打ち上がっていくんですね。まあ、うまいこといけばね、バラバラになる時もあれば、うまいこといく時もあれば。いつだっけ？去年か。去年やったやつでうまくいったんですよ。5月か。そのぐらいに。ってことですね。まあ、これね、マッチね、まあ、いろんなこと使いますよね。まあ、僕はね、花火師に憧れて、導火線作っちゃってますけど、違法じゃないんでね。これ、毎回言うんですけど、全然違うんで。違法っていうのは逆に、言うと火薬を粉々にすることですね。火薬を粉々にして容器に詰めるとか、容器に詰めて導火線つけるとか。まあ、高校の時ですね、もう YouTube やる前、 YouTube やってたか、あれ2015だからやってましたね。あの時はもう動画撮って、バリバリ違法な動画上げてたけど、まあ、チャンネル変えてからね、もうしっかり違法じゃない動画を投稿してたんで、もう全然多分大丈夫だと思うんですよね。働き始めてからか、そういうのをやめたの。火薬をばらしたりするのはね。まあ、かんしゃく玉も売ってるし、火薬、ね、導火線の火薬、てか、マッチか。マッチの火薬を粉々にして、なんか、かんしゃく玉を作るやつあるんですけど、それもね、前、うまくいって作ってたんですけど、あれもどっちかって言ったら、でも、なんだろうな、動画で見ると、それは理科とかの実験とか言って、YouTube に前乗っかってて、消えとるかもしれないけど、実験っていうのはあって、やってもいいのかな、それは。マッチぐらいだったら大丈夫だと思うんですよ。でも、僕のやつは、こう、砕いてないし、繋げてるだけなんで、全然大丈夫です。これ毎回言っとかないとね、言ってない動画上げちゃうと、後々なんか書かれるかもしんないからね、コメント欄で。めったに俺の動画コメント来んけどね。大丈夫だと思うけど。一応言います。まあ、でも皆さんね、花火めちゃめちゃ好きで、花火全般ね、花火師がちゃんとしたやつ打ち上げてるやつも、市販のやつも全般好きなやつ、まあ、あったらリクエストしてくれたらね、市販の花火でいいやつだったんで、これ打ち上げてくださいとか言ってくれたら、前、リクエストしてもらって打ち上げたんですけど、できるだけね、売ってるやつ、いい花火屋さんで買ってるんで、そちらでこれ打ち上げてほしいなっていうのがあれば打ち上げますんで、リクエストしてくださいね。今年は種類決まっちゃってるんで、あれなんですけど、また再開した時とか、
再開した時にですね、再開した時に、うん、お願いします。でも、まあ一応リクエストをしてくれたら、まあ紙に書いてくんで、再開した時にそれを買ってやっていこうと思ってます。うん、いいですね。なんでこれからもね、本当最近チャンネル登録してくれた方も本当にありがとうございます。あの毎日のようには動画撮れないんですけど、うん、こうやってね上げてくるんで、これからもよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ビッグファイア06でした。